千葉県の幕張メッセにやってきました。去年も来たんですけれども今年もやってきましたよ。じゃーん、東京ゲームショー2019。もう今年はどんなゲームに出会えるのかとっても楽しみです。じゃあ行ってきます。今回のテゲテゲーミングは世界三大ゲームショーの一つに数えられる東京ゲームショーに潜入。最新のゲームや発売前のタイトルを体験。綺麗なお姉さんたちも登場するよ。今年9月、千葉県の幕張メッセで4日間にわたって開催された東京ゲームショー29回目の今回は40の国と地域から655の企業や団体が参加。およそ26万人が来場しました。家庭用ゲーム、スマホゲーム、パソコンゲームなどの発売前のタイトルを遊んだり最新の VR ゲームを体験したりできる。また、いろいろなゲームの大会も開催。見どころいっぱいのイベントです。英徳がまず向かったのはセガゲームズアトラスのブース。11月発売のいろいろなオリンピック種目をプレイできるマリオ&ソニック東京2020を体験。挑戦するのはスポーツクライミング。タイミングよくホールドをつかむのがポイント。制限時間内にゴールを目指す。じゃあ行きます。星型のゴールドをつかめば一気に上に行けるチャンスだが、よし行け、あ、やばい、これ星を取ったらねめっちゃ行けると思って行ったんですけど上手にできなかった。面白い。でも続いてサーフィン。うまく波に乗りながら技を決めてポイントを稼ぐ。いきます。すごい、ちゃんと波の着々が聞こえる。 OK、 レッツゴー。いきます。イエーイ。いやー楽しいんだけど。 OK、この後は綺麗なお姉さんたちが登場するよ。東京ゲームショー2019、会場を彩る綺麗なお姉さんたちをご覧ください。次伺うところはSNS でぜひ遊びに来てくださいっていうメッセージいただいたところなんですよ。それがこちら、ソルジャーストレージさんです。こんにちは。こちらはソルジャーストレージのブース。スマホアプリ版ゲームプリンセスナイトが来年任天堂スイッチ版で販売されるということで出展したそう。
番組に取材に来てほしいと連絡をくれたのは副代表兼声優の畑中真奈さん。やっぱり新人時代でも全然仕事がないんですよ。でオーディションを受けても落ちちゃうし、仕事をなかなか取れないってなった時に、自分のその代表作がどうしても欲しいってことですね、はい、でじゃあその代表作取るにはどうしたらいいか、でもオーディションも落ちてるし、じゃあ自分で作ったら 100% 代表作取れるじゃんということで、ソルジャーストレージの制作チームの一員としてプリンセスナイトを作りました。すごい、すごいです。でもそれが実際形になったってことですか？そうなんです。ようやくそのこの任天堂スイッチになってゲームショーに出展できるまでになって、もう嬉しくて仕方ないってところなんですけど。すごい代表作になりましたね。はい、もうこれも代表作を押し出していこうと思います。じゃあこの中でじゃあ声優もしたりってことですか？そうなんです。今このポスターにデカデカと貼らせてもらってる、あの黒髪の女の子、はいはい、かぐや姫の御事っていうキャラクターなんですけれども、このキャラクターの声をやらせていただいてます。そうだ、ちょっと似てる気がしますね。本当ですか？なんか雰囲気も雰囲気ね、あのキャラクターのデザインだとかも自分でもう一からやってたので、だからその自分のパーソナルを結構映してる部分があるのかなって思います。畑中さんが主要キャラの声を担当しているプリンセスナイトの体験版をプレイ。誰かいる。まさかの一言だけという予想外の展開。畑中さんの声と演技は任天堂スイッチ版で楽しめるよ。この後はリメイクされたあの名作が登場。さあ、スクエアエニックスのブースにやってきました。こちらではファイナルファンタジー7のリメイク版が出るということで行ってみたいと思います。 FF7 ですよ。スクエアエニックスのブースにやってきた英徳のお目当ては1997年発売の名作ファイナルファンタジー7が現代の技術と新たなストーリーで生まれ変わったリメイク版ゲーム。来年3月の発売を前に体験版をプレイできる。早速体験したいと思います。すごい。ゲームスタート。見ていいのかな。めっちゃ綺麗。大人の事情でゲームの音声は使えません。どっちから行ったらいいんだろう。あのマコロに向かってあれを倒さないといけない。ちょっと操作が難しい。降りれない。あ、こうか。降りれた。すごい動きが滑らか。今すごい戦ってます。これガードしながらちょっと前に行きます。おりゃおりゃおりゃ。すごい。今ちょっと攻撃できない。あれダメだ。ちょっと全然どこ行った。私ではちょっと無理だ。英徳のプレイではファイナルファンタジー7リメイクの魅力を伝えきれないため、特別動画をノーカットでたっぷりご覧ください。クラウド早く。バレット。キアネ。ジェシー。バレット押せるぞ。ティファ行くぜ野郎ども。ラッシャー飛ばせ。了解っす。何あれ。ソルジャあの頃に想像していたピンチってこんなんじゃなかったな。なんか俺たち乗ってるよな。この柄特にね。あいつのおかげだな。うん。邪魔するぞ。とお前何。
出番だぞと。ごきげんよう。待ち伏せ。なるほど、魔法の目だ。コルネオはこういうのが好きなんだって。さあ子猫ちゃん、俺の胸かも。大丈夫ね、なんとかして。かくれんぼは終わりだ、エアリス。アバランスに告げ、直ちに銃から立ち去れ。グラリアじゃ。スラフの道化師匠、君たちは今から敵国ウータイの手先だ。ウータイだと？なんだそれ。ネズミどもには理解できます。クラウドが乗っているバイクに乗車。すごい。やばい、どこまでも行けそう。次回のテゲテゲーミングは東京ゲームショー第2弾。テゲテゲーミング懐かしいあんな人やこんな人と再会、綺麗なお姉さんたちもまたまた登場するよ。